駒大が全日本駅伝で2連覇したってことでおめでとうございますでこれについてねまたこんな風にね不正だとかいうやつがいますねいやほんと許せないっすねいや何なのって話じゃんなんかさこういうさスポーツに限らずさなんか勝負事があった時にさ必ずさこの不正だ不正だっていうやつさ うん、現れるけどさ。で、また、こういう奴らのさ、話ってさ、何の根拠もないのよね。いや、本当にね、許せないですね。うん。まあ、駒大はね、去年も優勝してたから、俺ね、かなりね、期待してたけどね。いや、本当に良かったなって思います。で、多分ね、その、ね、こういう連中って、まあ、自分がさ、応援してた大学とかさ、チームがさ、 負けたのが気に食わないのかさ、現実が受け入れないのかさ、俺わかんないけどさ、いや、本当にね、許せないなって思いますね。で、まあ、2位のね、青学と8秒差ってことでね、いや、かなりね、熱い試合でしたね。いや、本当に良かったなって思う。いや、これからね、あの、また、お正月のね、駅伝もあるからね、そっちでもね、頑張ってほしいですね。 で、っこった